はいどうも、なおじんです。さあ今日もダラサバイバーをやっていきます。よろしくお願いします。無理だと思っていたクエスト、アニバーサリー大作戦の1クリアできました。1をね、ついにクリアしちゃったんですよ。で、2もやろうと思うんだけど、2は難しい、無理2は難しい。なのであのね、4がまあいけるっぽいのよ。難易度としてはこの4つの中で4が一番簡単みたいなので、ここをなんとかクリアしてみたいと思います。チケット8枚って本当に欲しいのよ。チケットが欲しい。ではここ行きましょう。それでは行きましょう。1回スキルの選び直しが毎回できるんで、スキルをしっかりと選びながら行きましょう。とにかく全開攻撃ができそうなやつプラス速度だよ。速度が速くないとここは無理。足が速くないと難しいので、まあできるだけ靴が2つぐらい出ればいいかな。2つぐらい靴があれば安定するとは思うんだけど、最初からそれが出てきてくれればな。おーいすごいぞ。オッケー、いや、まあ厳しいな、ちょっと厳しいって。オッケー、これ足が速くならないと、ここは無理。よし、ボス。あーでも僕はね、足の速さが若干足りないと思うんだよな、これね。結構ね、この足の速さ重要なのよね。いや、きつい。ちょっと速度遅い。ああ、ダメだ。足がもうちょっと速くないと、避けれない。ダメだ。これ足が足らん。OK。とりあえず倒せる、こいつは。今回は倒せるんだけども。はい、こっからが多分厳しい。こっからが厳しいと思う。あー、これここだ。肉切ったところが厳しいって。あ、いや、バルーン厳しい。ちょっと待って、これダメだ。追い詰められてきた。いや、この重さが難しい。この重さをなんとか、あ、いけてるよ。ちょっと待って、これいけるぞ。おお、全然対応できた。余裕だ。よし、じゃあボスまで来た。よし、いけるか。あ、いや、余裕だ。いや、余裕ではないけど、いけんぞ。よし、来た。あ、よし、で、最後、こっから最後か。よし、なんとか行きましょう。あとはもうレベルアップしたら HP 回復するんで、これやりやすいでしょ。ちょっと待って、テスト1回やせようと思ったけど無理、絶対無理。この攻撃が無理だ。ちょっと動いて攻撃をかわしていければいける。で、回復も2つ上下できているので、いや、なんこれ、もうなんだこれ、なんと、いや無理でしょこれ。
対応できてるんかい。ちょっと待って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 対応できてる。わからん、これ何が何なのかがもう全くわけがわからんくなってるじゃん。わけがわからんくなってるけども、なんとかなってると思う。え、これでいけるか。フェスティバルチャレンジ4クリアできました。いやー厳しかったね。で月読みがね使えるようになりそう。今チケット56枚でしょ。でこれをまあ28回で全部取れるようにして、ラストショーが取れれば、いけるのよ。一回ねラストショーを取って、もうちょっとなのよね。うん、残り、30枚ない、28枚か。なので今回のイベントで月読みをなんとか使えるようにしたいです。いやーちょっと待って興奮で手がちょっと震えてるわクリアできました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。